じゃあテストって何かってね、結構ね文化だと思うんですよね。うん、で日本の方がって言ったらあれだけど、ね、美に対する、ね、文化ってやっぱりね、結構日本ってフランス文化が好きだったりとか、ね、あの意外とねそのほら宝塚とか行くじゃないですかみんな、あとフレンチが好きだったり、あとはそのなんだろう、意外と、ね、あの旅行でもフランスなんて大人気って、そういうやっぱり美の文化あるところって日本人好きで、とにかく、テイストっていうのは味付けですね。美容外科の場合そういう付加価値が必要だっていうことを僕は言いたいんですよ。でそのテイストっていうのはだからただ手術ができるって、そんなのね、手術って正直、教科書見ながらテキストに従ってやればでしょ、正直数年ぐらいねでできるようになるんですよ、うん、だからなんか何か手術ができるからすごいかってそんなことなくて、さっき言ったようにそのね、いかにそのまあ味付けの良かった魅力をね、いかにそのなんていうのかな、こう付加価値としてつけられるかっていうことなんですよ。でその魅力っていうのがすごく大事で、正直そういう魅力を自分の手術につけられる先生が僕は成功してると思ってるんですよ、うん、ある程度のね手術ってスタンダードの手術は外科医だったら誰でもできます、うん、ただ美容外科でそこから伸びるのはそういうテイストのある先生なんですよ、ね、なんでそのテイストが何かっていうことが大事なんだけど、今言ったようになんかこの先生の手術やった結果って違うよねみたいな、うん、なんか魅力があるとかさ、それがねどういう魅力かっていうのは自然な結果が得られる魅力なのか、前にね昔いた先生だととってもねなんかこうちょっと鼻の形がねとてもこうなんていうのかなチャーミングであるとかさ、そういうなんかこう味付けちょっと違うよねっていうのが大事なんですよっていうことでね。じゃあどうやったらそのなんていうのテイスト、美の場合、あの美容家の場合いかに綺麗にする魅力をつけるかっていうのね、それをねどうしたらいいかっていうことをねやっぱりね普段から、考えてみればいいと思うんだけど、そうなってくるとね、やっぱり美って何かっていうのを知ることが大事だと思うんですよ。だからただ手術できるだけじゃなくて、この美しさって何なんだろう、綺麗って何なんとかさ、そのね若さとかその若さの美しさ、それこそ成熟したさ、そういったものをさ普段から知らなきゃダメだと思うんだけど、僕がねその獣神病院っていう時に行った時にね、それをねあのその時いた、まあもうだいぶね亡くなってしまってだもう5年ぐらい経つんですけど、僕の師匠なんだけどね、その先生が言ってたのは教科書なんか読んだって全然ダメだよって、うん、で僕ねその時北海道の田舎からね東京に来て新橋の獣神病院入ったんだけど、もうね院長がね僕が教科書読んで美容のね勉強しようって言ったらね、何やってんだお前そんなことやったらダメだよって、とにかく街出てそのね銀座歩いてるね女性たちを見て、一体この彼女たちのどこが綺麗かって連れ出されて、ってこれが美容科の勉強なんかなんだってね、あの思って驚いたことがあるんだけど、でも、ね、実際そういうことが大事で、やっぱりさ、ね、美味しいものを作る人って何が美味しいかって自分で食べて知ってると思うんですよね。それと同じでやっぱり美容外科なんだから、女性を美しくするんだったら本当にね、そのそれこそねピカソとかああいう人たちもそうだと思うんだけど、本当の美しさって何かって実際にその女性と交わってって言ったらあれかもしれない、ちょっと言い過ぎかもしれないけど、女性と触れ合いながらね、そういったやっぱり美に対して感動するとか、そういうねやっぱ感覚的なものを磨くっていうのがすごい大事だと思いますね。で例えばですよ、まあ、もうちょっと具体的な話をするとですね、じゃあね僕が梅沢先生、獣神病院のね梅沢先生、すごいね僕がこれ見てね感動したのが、お前ねって二重作るときに単なる二重だったらそんなの誰でもできるんだよ、じゃあどういう二重が魅力があるの、それはね眉毛が外側に向かって少し開いてこう跳ねてる、そういう二重がね綺麗なんだよ、そのためにはこういう縫い方をすれば外側がもうちょっと内側よりこうなんていうのかな開いてまつ毛が外に開く、これがね女性の二重の魅力なんだからなって言って、彼はね彼はっていう梅沢先生なんだけど獣神病院院長なんだけどね、どうやったら、外側が開く二重ができるかって、そういうねその縫い方、それをね一生懸命僕に教えてくれたね、だからそれは僕も今もそういうテクニック使うようにしてるんだけど、あなるほどな、ね、これこそ提出なんですよ、うん、あとはね鼻高くする時その時はねヒアルロン酸なんかで僕もねあの美容科で初心者だったからやったんだけどね、じゃあどこを高くしたらね魅力が出るかっていうのもね彼はね一生懸命僕も教えてくれたんだけど、ね、ヒアルロン酸を入れる場所美根部とか、ね、美線部ってあるんだけど、そのどこに入れたらやっぱりねアップノーズって言ってね鼻先がちょっと高い方が可愛いらしいんですよ、うん、それの方がね魅力になる、それに対して鼻のね美根部とその美線部の間が高いとねちょっと可愛くないこれね、うん、なんでその辺のテイスト、だからどこを高くしたら魅力がほんのちょっとのことなんですよ、だからどこにどれぐらい足したら少しこうね魅力が増す、女性としての魅力が増すっていうことを常にねあの意識しながらやんなきゃいけない、
でそういうことがテイストだったんだなと思ってね、僕もね今自分でやってることに常にそういうことを意識しながらやるようにしてます。でだいぶね話が長くなっちゃって最後まとめますけど、要はね美を扱ってる人ってまあ美容外科なんかね、もうそうだけど美容師さんもそうですよね、あのヘアスタイリストさんたちで彼らも大変ねやっぱり美に興味があると思うんですよ。僕もね美容室行ってあのねその美髪切る時そういう話しててすごい共通点があるんだけどね。だけど彼らもねやっぱり自らすごいおしゃれですよね。自分たちがどうやったら 女性にアピールするかっていう、やっぱり自分の美にも気を使ってる。だからね美容業もやっぱりそういう要素が必要だと思って、あんまりねなんかね僕も田舎から出てきて一言言えないけど、もさっとしてるよじゃねやっぱダメでね、美を知るっていうことは自分自身にもそれフィードバックするってことが大事ですし、実はね美容師さんたちに僕はね聞いたことあるんだけど、あのたまにね患者さんたちこういうこと言うんですよ。先生どうやって手術してるんですか、どうして先生の手術は違うんですかとか言うんだけど、それってね美容師さんにね、カリスマ美容師さんいたらどうやって切ってるんですか、どうやってそれ他の美容師さんと違う、あなたはカリスマって言われてなんでなんですかっていうのと質問してるのと一緒なんだけど、それね言葉じゃ説明できないですよ、感覚的にやってるんで多分。でそういうね美容師さんたちマニュアルないですよやっぱり、ある程度のマニュアルを、ね、持ってるんだけど、そっから先のテイストに関してはマニュアルなくてあくまでも感覚的なんで、こればかりはねちょっとね患者さんにどうやって先生手術してるのって部分を言われてもそれ言葉で説明できないんで、そこはね、髪切るその、あのカリスマ美容師さんたちがそれ説明できないのと一緒なんで、まあ、あのご理解いただけたらなと思う、ね、ちょっと話が長くなんで今日はこの辺でやめますけど、いくつかね僕もね、まあ、宣伝じゃないんですけど、こういうねあの今まで自分でやってきた僕はね顔中心に、治療します。でもね今日なんか実はねあの今ここに僕のスタッフいるんだけど、あの、ね、太もも脂肪吸引したりして他のことももちろんやるんですけど、顔中心にやってて、いくつかね今までねもう17年もやってるんでこういうね 書物も出してるんですけど、これはねちょっと教科書的なねあの外科の先生たちにもちょっと僕のやってることを理解してもらいたいと思ってやったんで、他はあのあの一般の人たちで、うちのクリニックにねカウンセリング来たらこれ無料で差し上げますから、まあ本もらうだけでもね、もしくは僕とちょっとこういうねあの雑談でもいいから、別に手術なんかしなくたっていいですよ。だけど美についてね、もしくは美容外科について話したかったらぜひ気軽に足を運んでください。じゃあ今日はこの辺で、ありがとうございます。